声の方を振り向くと、草履を履いたなりで、くわえ着せるをした一人の親父が立っておりました。おじさま、どうでございましたか？間の抜けたってのはあのことだ。性根が腐ってて人を乗せやしねえ。ところで嬢様、どちらへ？焼けの水までちょいと。さあ、参りましょう。後ろから親父が見るような思いがしましたが、導かれるまま総長は女についていくのでした。